疾法とは、主に金属の素地に、ガラス質の上薬を焼き付けて装飾する技法。素地には銅を用いることが多いが、金、銀、青銅、鉄、合金などの金属、時にはセラミックやガラスといった金属以外の材料も素地となる。古今東西、特にシルクロード沿いの世界各地で多様な技法が存在するが、それらは日本で言えば、造眼疾法。 優先疾法、描画疾法にあたる三種に大別することができ、西洋では、シャンルベ、クロアゾネ、ペイントエナメル、中国では、内天鳳楼、糸鳳楼、画鳳楼がこれに相当する。それぞれ、主に素地の凹みに上薬を刺す。素地の上に金属線の区切りをつけて、優を刺す。素地に直接優で絵柄を描く、といった違いがある。本稿では、 各地域の様々な技法の違いについて述べる。クロアゾネエナメル以下では、主にヨーロッパのアンティークジュエリーに見られるエナメルの技法について述べる。シャンルベとは、土台の金属を彫り込んで、できたくぼみをエナメルで埋めて装飾する技法。初期の頃は、輪郭線の部分をライン状に彫り込んでいた。技術の発達につれて、逆に面になる部分を彫り込んで、 エナメルで装飾し、彫り残した金属部分を輪郭線とするようになった。クロワゾネとは土台となる金属の上にさらに金属線を貼り付けて輪郭線を描きできた枠内をエナメルで埋めて装飾する技法。シャンデベよりさらに細かい表現が可能になる。バスタイユバスタイユとはエナメルの半透性を活かし土台の金属に刻まれた彫刻模様を見せる技法。 金属に施された彫刻が主眼となるので、使用されるエナメルは単色。ピーター・カール・ファベルジェの作品に、この技法を使用したものが多い。プリカジュールとは、薄い金属箔の上に、クロアゾネとほぼ同じ工程でエナメルを焼き付け、その後に、薬品処理によって、箔を取り除く技法。金属枠のみによって支えられたエナメルは光を透過するので、ステンドグラスのような効果を得られる。 アール・ヌーボーキのジュエリーに好んで使用された。美しいが非常に繊細で、衝撃に弱い。1997年の映画、タイタニックに登場したヒロインの蝶の串には、この技法が使用されていると思われる。ロンドボス・エナメル・ザ・ダン・スタブルス・ワンジュエル・ロンドボスとは、鐘などの立体像の表面全体に、エナメルを施す技法。ルネサンス期のジュエリーなどに多く、例を見ることができる。 ペイントエナメルとは、あらかじめ単色で焼き付けたエナメルを下地とし、その上に筆を使って、さらにエナメル画を描き、焼き付ける技法。人物や植物を描いたミニアチュールが、例として挙げられる。特に絵柄の細かい高度なものは、細密描画などとも呼ばれている。グリザイユとは、モノクロームで描く技法。また、描かれた絵画のこと。 フレスコ画やエナメルで描かれたものが含まれる。フランス語でグリとは灰色を意味し、色は一般に灰色か茶色が使われるが、他の色がつくこともある。糸放浪ひし花口、中国の放浪の技法は三つの技法に対別できる。内天放浪はシャンルベ、あるいは増眼疾法に相当する技法。糸放浪はクロワゾネ、あるいは優先疾法に相当する技法。 画ローは、ペイントエナメルに相当する技法。日本における尻法の技法は、釉薬や、機体の種類など、材料の違いと、線付けの有無など、製作方法の違いによって大別できる。並川康幸課長文化瓶、明治時代、ロサンゼルスカウンティ美術館所蔵バラを、鋳造や彫るなどによって凹ませた部分に尻法を、施す技法。 黄面に直接釉薬を入れる方法と黄面と同じ、形の腹に尻尾を施しはめ込む方法などがある。江戸時代中期頃までの作品はこの手法を用いた、ものが多く見られる、古来の技法。黄面の内部に優線を施すものもあるが、全く直線をせず金属の凹みに直接釉薬を入れたものに関しては、西洋のシャンルベの技法に近い技法である。 リボン状の薄い金属線で模様をつける技法。薄い金属線で模様を描くため、緻密な図柄を表現できる反面、直線の手間のかかる手法である。日本では古くはカツラリ級賞金帝の2の間と袋の引き手に見られる技法である。優先執法としては、明治時代の波川や之の作品の評価が高い。西洋のクロワゾンでの技法の和訳と考えても、 差し支えないが、特に波川の柵に見られる、直線技術は、西洋の黒ワゾネと比べても卓越した技である。双葉とズボン、東川の無線疾法疾法有の間に、金属線の仕切りをつけない技法。無線疾法という言葉には大きく分けて二つの意味合いがある。本格的な無線疾法は、東川宗介が考案したものである。無線疾法といえば、よくこの、 東川は宗助の作における、無線尻尾を意味し、優より低い高さの食線を行う、忍び針、あるいは、焼く前に、食線を抜き取る、抜き針といった特殊な食線技法なども駆使して、食線を見せない画を作り上げる技法の総称である。一方で、西洋のシャンルベやペイントエナメルのように、単に食線のない尻尾という意味では日本でも、江戸時代にも見られ、 近年のフリット法なども無線疾法の一種と言える。西洋のペイントエナメルにあたる技法。定義上は無線疾法にも分類できるが、絵画のように疾法油で絵を描くようなものは描画疾法と呼ばれ、特に絵柄の細かい高度なものは細密描画などとも呼ばれている。鉄、銅、銀、金などの金属を原として用いる通常の技法。 竹内中兵の地原七宝ガラスを原として用いる技法。金属薔薇を基本とする七宝の定義から外れた技法。大正時代名古屋の常川愛三郎によって発明されたが、当時はわずかな試作品が作られただけであった。陶磁器の表面に優先七宝あるいは無線七宝を併用して有薬を施したもの。明治時代前期に盛んであったが、制作後、 時を減るに従って表面に亀裂を生じる品があったり、銅原七宝の発展に伴い、次第に行われなくなった。地原七宝は、名古屋の吉田直しによって発明されたと言われており、同じく、名古屋の竹内忠兵衛らが手掛けている。東大七宝は、六代から七代金、高山総兵衛、十四代安田玄奈北村長兵衛といった、 京都の京焼の陶芸家らが手がけた。東川の銀製トールバラ尻尾。1900年、ウォルターズ美術肝臓バラの一部を切り透かしにして、透明油を施す。あるいは、銅バラの一部を切り透かしにして、透明油を施し、他の銅素地の部分には、通常の尻尾を施す技法。下地に彫金などを施すと、透けて図案が浮き彫りされる。 西洋のプリカジュールの技法の和名と考えて差し支えない。明治時代末期以降にはアール・ヌーボーなどの影響を受け、ルネラリックに代表される宝飾作家が当該技法を用いた宝飾品を制作した。日本の尻尾からもこの潮流に乗ってトールハラ尻尾や工実の招待尻尾を手掛けており、ウォルターズ美術館には東川宗介の作といわれる銀製のトールハラ、 し宝が所蔵されている。安藤し宝ぽ店、加藤構造による正体し宝ぽう胴に銀線で模様をつけて、し宝ぽ油を焼き付けた後、素地を3で腐食させて、表面のし宝部分だけを残す技法。フランスで12世紀から13世紀にかけてよく使われた技法である。日本では明治時代後期にフランス製品大手本に名古屋の安藤十兵衛が、 川で柴太郎の協力のもとに完成させたという。日本では腹を溶かす技法を特に正体疾法と呼び、通る腹疾法と区別するが、このような技法の区別は、ヨーロッパやロシアではあまり見られない。泥、疾法独特の釉薬を用いて焼いた、古来の技法。透明な釉薬は、西洋では東ローマ時代から見られるが、東洋では不透明な釉薬を用いたものが多い。 一般的には、ゴットフリード・ワグネルによって、透明釉薬が発達する以前の、それらの七宝器や釉薬を総じて、泥しっぽと呼ぶ。なお、日本では、古くから、平田同人に始まる平田しっぽのように、透明感のある作も存在したため、それらを区別して単に泥しっぽと呼ぶにふさわしい、濁りのある釉薬を用いた作を、泥しっぽと呼ぶ場合もある。また、 初期の終わりし宝の釉薬や作を泥し宝と呼ぶ場合や、京都では中造器にし宝を入れたものを泥し宝と呼ぶ場合がある。銀箔や金箔などの金属箔を使用した技法。銀箔や金箔の輝きを利用した技法である。表面に焼き付ける技法も含まれるが、ある時には金属箔の上に釉薬を調整した技法を指す。主素字と箔の間には一層の釉薬が焼き付けてあり、 海苔の役目も果たす。銀箔や金箔に描画的な表現を施さずそのまま焼き付け、その上に色釉薬で彩色することや無色透明の釉薬を調整し、その上に色釉薬などで描画や彩色を施す手法がある。銀箔を使用した技法を日本国内では銀針筆法、銀天筆法と呼ぶことが多い。また、 銀箔に凹凸をつけてから焼きつける技法を銀針優先と呼ぶことがある。銀針優先は優先尻尾様の表現を銀箔に凹凸をつけることで可能にした技法として考案された。優先尻尾と象眼尻尾を組み合わせたような技法とも言える。考案された当初は優先尻尾様の作品を量産することも可能であったために多用された一面があるが、 現在となってはこの銀針優先技法も手間がかかることや焼き付け時の温度に注意が必要なため工房や作家も少なく伝統的技法の一つである金属バラ尻尾の一つとも見られるが尻尾の対策などを製作するために基板となる金属板を糸の子で数十から数百のパーツに切断し裏表に尻尾油を調整した後表面の図案に合わせ 元の形に貼り合わせる技法、ありがとうございます。